アソジオパークは、熊本県阿蘇地方にあるアソカルデラを中心とした日本のジオパークである。世界最大級の規模を誇るアソカルデラと、現在も噴煙を上げ、平穏寺は河口を見学することができる中だけなど、日本を代表する活火山をテーマとしている。2009年に、阿蘇地域の8市町村をアソジオパークとして日本、ジオパークに登録され、 その後2014年9月に世界ジオパークにも登録された。アソカルデラ空撮中央下高級の南北に広がる市街地、高地、牧草地はカルデラ内に存在するアソジオパークのテーマはアソ火山の大地と人間生活である。1、巨大噴火とその爪痕を感じるアソ火山は世界有数の規模を誇るアソカルデラを有している。巨大カルデラの形成は 約27万年前から約9万年前までに、計4回の爆発的噴火によるものとされる。その中でも、最大の ASO-4 噴火は、約600キロ立方メートルの火災物を放出し、火災流は海を隔てた秋吉台湾で流走した。ASO-4 の噴火は、現在の広大な火災流第一の元となっている。二地球の息吹を感じる中だけ一体アソカルデラを、 形成した巨大噴火の名残で、現在のカルデラ内の中央化工級一帯が形成された。阿蘇中学は、現在も噴煙を上げる A ランクの活火山である。中岳の噴火活動は一定のサイクルでが見られ、活動が平穏の時には、美しいエメラルドグリーンの加工庫を、加工の縁まで行って見渡すことができる。しかし、平穏樹でも人体に、 有害な火山ガスを追日数百トン放出しており、喘息や呼吸器系、心臓疾患などの持病を持つ人は、火口周辺への立ち入りができない。また、中岳火口の周辺は、過去の噴火や火山ガスの影響により、高涼とした景観が広がっている。3. 火山の恵みと人間生活の歴史アソカルデラ内には、鉄道や国道が走り、 約5万人もの人々が生活している。また、全国屈指の田植地域である阿蘇は、中央河口球や阿蘇カルデラの外林山に降った雨が山麓で有水となっており、阿蘇ジオパーク内には水源が多い。また、火山の熱源を由来とする温泉も多く、古くから観光地として栄えてきた歴史がある。阿蘇神社は火山の神を祀り、その歴史は、 阿蘇火山と深い関係があるなど、阿蘇ジオパーク内には、火山とその歴史に由来する神社仏閣が点在している。また、阿蘇の草原は千年以上前より形成されていると言われており、人々が長年の焼きにより景観を維持している。阿蘇ジオパークは33のジオサイトで構成されている。2017年9月14日、本ジオパーク内の盾の峡国、ジオサイトにおいて、 貸しの中条設備の一部が麻生橋の掛け替えのため地元に無断で削られていたことが判明した。工事を行ったのは国土交通省熊本復興事務所。熊本県との事前協議では中条設備の存在を共有していたが削ることを県に伝えていなかった。これについて同事務所はジオパーク内での開発に法的な規制や報告義務はなく、 地元との協議は特にしなかったと説明している。ありがとうございます。